ジズドラ市の紋章。ジズドラは、ロシアのカルーガ州南部にある都市。丘川の左支流、ジズドラ川沿いにある。州都カルーガからは南西へ180キロメートル。ジズドラ地区の行政中心地でもある。人口は2002年全ロシア国勢調査で5719人。ジズドラは1146年の記録に所出する古い村であるが、1777年に市の地位を得て、 軍の中心地となっている。地名は、ジズドラ川から来ているが、川の名は、バルトゴハの言葉で、荒い砂や砂利を指す語から来ている。18世紀から19世紀にかけては、木材取引の中心であった。当時、町の西方のリュジノボなどには、実業家のマルゾフ家が工場を建て、ジズドラから出る、鉄鉱石や、石炭などを使って創業していた。しかしジズドラは、 開発が進まず重要でない街のままであった。第二次世界大戦の独ソ戦中の1941年10月5日、ジズドラはドイツ国防軍に占領された。その2年後の1943年8月16日、赤軍西部戦線はクトゥーゾフ作戦の過程でジズドラを奪還した。1939年に8100人を超えた。 人口は1959年には5200人に減っている。ジズドラ市内には歴史博物館がある。主な産業は木材加工、繊維、食品など。1899年にモスクワブリャンスク・キエフを結ぶ鉄道路線上に死刑簿駅が開業した。この駅はジズドラ市外から1 0トル東にある。ジズドラに通じる支線もあったが、 第二次世界大戦で破壊され再建されなかった。モスクワからブリャンスクを経て、ウクライナ国境に達し、キエフへ向かう M3 幹線道路も、市の東を通る。ここから、リュジノボ方面への道が分かれている。ありがとうございます。